さあ、クォータータイム明けまして西宮ブルーインズ今宵に攻守リンチを入れ替えまして、試合は第4クォーターファイナルクォーターに入ります。攻撃はそのまま西宮ブルーインズ、セカンドダウンの攻撃、このウィングを置いたようなシスタメブルーインズ、サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り2ヤード。パスされたボールが直接エンドゾーンに入りましたのでタッチバックとなります。攻撃権が変わりました。クラブホークアイ、攻撃は自陣20ヤードから開始いたします。11番が前のパントキャンプ。
白根本体フォースダウンの攻撃は番号選択番号3番豊洲選手の担当西宮ブルーリッツ2番号11番大林選手が約5ヤードリターンここで攻守交代です。攻撃戦は西宮ブルーリッツに変わります。西宮ブルーリッツ敵陣49ヤードからファースダウン戦の攻撃です。西宮ブルーリッツの91番高橋選手をですねウィングの対決とこれはおそらく、まあ、今一番の選手だと思いますが反則が発生しています。ランクが投入されています。55番の選手のオフサイドと思われます。ディフェンスではクラブフォープレイにオフサイドの反則。よくですね、このオフサイドボールがスナップされた時にシビアル選手がネットラインゾーンに侵入していたという反則です。ペナルティは5ヤード。西宮ブルーリッツは5ヤードを前進した地点からバークダウンの攻撃を呼び出します。西宮ブルーリッツバークダウンゾーンパスプレー、これは88番山田選手が持って、ファーストダウンをこうした。バックからバックダウン西宮ブルーリッツ今度はバックに7番前田選手からワイドレシーバー88番山田選手へのパスが成功。これは5ヤード前進ファーストダウン獲得です。西宮ブルーリッツ敵陣34ヤードから新たにファーストダウン戦の攻撃。
下東方向タッチアドゲージ、ワークダウン獲得。レフリータイムアウト。チームの本日の中のレフリータイムアウト。第1クォーターの試合時間が残り6分となりましたので、ここでウォータータイムアウトとなっております。プレーのフィールド上では選手の健康管理のための水分補給のためのウォータータイムアウトが便利によりまして定められております。今シーズンの X リーグ選手の皆さんはヘルメットにフェイスシールドをつけてプレーをしているため、熱気がこもりやすくなることから、水分補給のためのタイムアウトをこのような時期でも取ることになっています。ミッションブルーインズはですね、ラインマンかなり大きなサイズで、山下選手を筆頭に京都の選手、59番の梶井選手がとか、選手は4人のゴール前1ヤードまでのゲインでした。進めたかったところだ。ファースターを獲得しましたので、この時点から4回の攻撃開始。西宮ブルーインズファースターゴール2ゴール1ヤード。このままスマッシュを持ちますが、これはタッチダウンまでいったですが、今の攻撃、ファースターの攻撃のすごく3回の攻撃が残った。試合時間は残り5分7秒6秒となります。西宮ブルーインズ中央へとボールを持ち込もうとしましたが、ここはクラブ方向へディフェンスの集まりが早く、タッチダウンを許しておりません。西宮ブルーインズゴール前1ヤードからセカンドダウンゴール2ゴール。西宮ブルーインズ第4クォーター6点を追加しトライオンポイント。上げているんですが、彼はオフェンスラインだったんですが、パスをしっかり、キャッチしてキッチセーフ。西宮ブルーインズトライオンポイントはキッカー1番木下選手のキッチが成功、さらに1点を追加し、西宮ブルーインズここまでの得点14点です。試合残り時間は第4クォーター、残り4分。
また、外を回りました。反則の判定です。キックオフの得点差は当番キックチーム、キッカー1番ペナルティー5ヤードキックオフを再度行います。先ほど得点いたしました日本ヤクルト率のキックオフで試合再開。キックオフされたボールは直接アウトオーバーンサイドラインを折りました。これは反則となります。西宮ブルーリンズ最初のキックオフの地点より5ヤードを奪ったり30ヤードからキックオフをやり直します。キックした地点から5ヤード、キックが出た地点から5ヤードで攻撃再開という形でしたが、今回は蹴り直しを、選択されました。方向これはモニターの81番がボールを補給ですが、西宮ブルーリンズ集まり早く自陣15ヤード付近でダウン。西宮ブルーインズキッカー1番木下選手がキットにしたボールをクラブ方向へ、リターナー81番麻生選手が約10ヤードをリターン。マーサン10のボールキャッキリしたのは西宮ブルーインズ6番長畑選手でした。麻生選手のクラブ方向へボールをリターン得点、自陣15ヤードからバースラウン10の攻撃です。麻生選手はですね、なんかパナソニック関連で、お仕事をされているので、なぜパナソニックインパルスにいないんだという情報をいただいております。さあ切り替えまして、ファーサン10の攻撃。91番ニア選手パスを成功して、クラブの機内コーティーバック8番林選手から、ミオ選手へのパスが成功。現在5ヤード。カメラで趣味でチームリートの対応挙式トレーニングが進み、対応されているそうですが、今現在ですね、この新型コロナの影響で全国会デカルダムファイブ本日はですね、多分試合前の練習でカメラを、考えられておりました。さあ、セカンドのファイブの攻撃持たせると見せかけて、そのままクォーターバックが持っておりまして、こちらは中央へのアプリをしておりましたが、ここが西宮ブルーリンズディフェンスの足の身が速くノーゲイン。ギャンブルは失敗です。ここで攻守交代となります。
出しました。サミッは西宮ブルーインズに帰ります。西宮ブルーインズ敵陣20ヤードからファーストダウンプレー。西宮ブルーインズランニングバック1番木下選手へのパス、木下選手のランプレー。ゲインは6ヤード。再開。
また、最初から発行です。キックオフの直接アウトオーバーキックチームキッカー1番3時をやる地点からクラブホールファイファースターなんかすぐ落ちます西宮ブルーインズのキックオフで試合は再開されましたがキックオフされたボールは直接サイドラインを出ましたのでキックオフのアウトバウンズの反則となります。クラブホールファイは自陣35ヤードから攻撃することを選択しました。クラブホールファイファースダウン戦残り時間は1分24秒です。試合終了まで残り1分24秒さあクォーターバック永吉選手がそのまま持ちましたがこの52番がタックル、ゲインは5ヤードというチームタイムアウトクラブホールファイブ3回目そこでクラブホールファイブ後半3回目後半最後のタイムアウトの予定です。先ほどのプレーがクラブホールファイブクォーターバック3番永吉選手がボールを持ち5ヤードをゲインしています。
さあ試合時間残り1分15秒、今回は、3回の試合を終了しまして試合再開です。クラブ崩壊セカンドダウン5、セカンドダウン5、クラブホークアイセカンドダウンの攻撃はバットを投げましたが成功、パスが成功ですとゲームクロックが止まります。試合終了まで残り1分8秒です。8秒、7対24です。名越選手パスを狙って、おこれは1人残っているが、81番アーソン選手のパスが成功しファーストを獲得しています。クラブ崩壊新たにファーストアンテンの攻撃、さあクラブ崩壊新たなファーストアンテンの攻撃、さあ名越選手がパスターゲットを探す、投げ捨て残り43秒というところでしょうか。パスインコンテンクラブ崩壊ファーストアンの攻撃はパス成功です。試合終了までの残り時間は42秒、試合終了までの残り42秒になります。クラブ崩壊セカンドアンテン、さあクラブ崩壊セカンドアンテン、はい、巻き返せるか。さあ長谷選手パスターゲット、パス失敗です。バッティングコンプリート、こちらもですね2勝目ブリーズの集まり早くパス失敗です。残り34秒、さあアンテン、クラブ崩壊としてはですね、まあ、残り34秒、17秒、クラブ崩壊サーフラインの攻撃、ファーストダウン獲得までは10秒、ここで石に食いたいところでしょうか。さあさあなんで、発生しています。長畑選手がクォーターバック長畑選手からボールを打ったように出ましたが、その前にファウルマークイエローが出ております。イエローが出ております。イエローホームペナルティーフライ、プレーの結果、西宮ブルーイズファースト。第1戦、おそらく7人以上いなかった、状態でプレーを始めてしまった。クラブ崩壊にリアルフォーメーションの反則、クォーターバックを含む脱出が5人増えたという反則です。タンプルが発生、それを抑えましたのが西宮ブルーインズでしたので、コミックは西宮ブルーインズに変わっています。試合時間は残り26秒、西宮ブルーインズバーストアンテン、これはワンプレーでのポイントとなりますので、ゲームクロックが切ります。
まして試合を終了させるというような形になります。試合終了になりました。試合終了、ゲームオーバー。ここで試合終了です。ご覧いただきましたように、NHA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ 2020X2A と春季交流戦、クラブ高校対西宮ブレインズの試合は、クラブ高校7戦、西宮ブレインズ24戦で、西宮ブレインズが勝利いたしました。結果、3試合、全勝というような形になります。で一方でクラブホールクライは、1勝1敗1分けというような試合になります。今シーズンはですね、冒頭申し上げました通り、入れ替えがございませんが、来年以降は、ね、非常に重要な結果になります。